はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回はベストナインタイトルホルダー最新情報と昨日のメンテナンスについてのねお話をいくつかしていきたいなと思います。はいというわけでございまして、昨日はですね大荒れの一日でございました。まあちょっとプラス PS の動画はね、昨日本当は普通にその更新の動画をね、出す予定だったんですが、まあちょっとメンテナンスで、最終的にちゃんとインできたのが日付変わる直前ぐらいだったのかなというところで、まあ結局ね動画の方は出せず生放送を2回ですね、やるという形だったんですけれども、まあ改めてですね昨日どんな一日だったのかというところをまとめてみたんですが、こんな感じでした。はい、10時から16時59分まで、予定通りですね7時間のメンテナンス、サーバー移行のメンテナンスが行われました。でその後ですね17時に一旦は予定通り、メンテナンスの方は終わったんですけれども、17時半頃からですかね、また改めて緊急メンテに入ってしまいましたと。でその後16時頃ですね、サクッと30分ぐらいでメンテナンス終わったんだなと思っていたんですが、まあそのタイミングで入れた人と入れない人がね、生まれてしまって、6時40分ぐらいからまた再緊急メンテという形になってました。でその後3時間ぐらい後かな、9時40分頃に再緊急メンテが終わっていたんですけれども、またその数十分後ぐらいにですねまたまた緊急メンテが入るというような、流れになっていたのかなと思います。まあなかなかちょっとね昨日プロスペース全然触れてないよっていう方もいるとは思うので、まあどんな状況だったのか分かってないよっていう方もね、いるかなと思ったので、まあ今回ここでまとめさせてもらったんですけれども、まあ今までちょっとこんな大きなトラブルってねなかなかプロスペースの中でもなかったかなと、いうふうには思うんですけれども、まあこれもそれもね全てユーザーが増えた証拠の、一つかなと思います。ユーザーが増えたから、こういったことが起こるというふうには思いますので、まあまあ悪いことだけでもないよなというふうには思いつつも、まあ、ただかなりね、ロスした気分になっている方も非常に多かったのかなというふうには思います。でそれに伴う各種変更とお詫びっていうところがですね今日の更新のお知らせできていたので、ちょっとこうお話ししていきたいと思うんですけれども、まずはですねスペシャルミッションですね、あと試練大解放が今イベントとしては来ていると思うんですが、これの実施期間が1月の18日土曜日14時59分まで延長いたしますということで、もともとはですね明日17日金曜日の14時59分で、この2つは終わる予定だったと思うんですけれども、もう、まあ、昨日1日ね、できなかった方が多かったんじゃないのっていうところで、延長されるよという形になってました。まあ、今回のメンテナンス緊急メンテナンスでのね、一番のヘイトポイントだったのがこのスペミート試練大解放ができないっていうところがね、やっぱりまあ多かったのかなというふうには思うので、まあ、そこに関してはですねメンテナンス結果された分以上伸びる神対応になったので、まあ、これは本当にありがたいなというふうに思います。なのでまあ僕自身もねできる限り試練大解放は特にやりたいところではあるんですが、まあまあ試練大解放ね、まあ、今のタイミングでねぜひベストナインタイトルホルダーに備えて試練やっておいたりとか、あとはまあスペシャルミッションで、全部ね、報酬取ってエナジー稼いでおいたりとか、していただけるといいのかなというふうに思います。であとはですね、まあリーグの未実施の説については順次実施いたしますということで、まあこれに関してもメンテナンス期間中のものとかがですね、未実施になっていたと思うんですけれども、これが順次再開しますよというところです。あとはリアルタイム対戦に関しても1月16日木曜日10時半より再開しておりますということで、1回目の緊急メンテの後ぐらいだったからかな、確かにリアタイが一時休止みたいな感じになっていたと思うんですけれども、まあこれも、しっかり再開しましたよというところです。まあ、特に最近リアタイ本当に思うのが、昔に比べて本当にユーザー増えたなと思っていて、まあなかなかリアルタイム対戦実装当初ってもちろんプラスペースのユーザーの中でもかなりの人数がやったとは思うんですけれども、ただまあ最初はやってたけどもう後々全然やらなくなっちゃったという方とかもいたりとか、あとはもともとランキング形式のね、勝ち星ランキングになるものも確かなかったはずだったと思うので、まあそういったところでもね、まあこのリアルタイム対戦っていう部分が非常にこのプロスペースの中で盛り上がっているというところがわかるかなと思います。で、3つ目 S ランク規約書と15エナジーの配布ですね。これに関してはもう超神対応だなと思います。まあ、以前もね、ちょうど1年2ヶ月ぐらい前かな、去年の11月とかにかなり長いね緊急メンテナンスとかが行われていた時に S ランクの契約書系の確か配布があったと思うんですけれども、まあ、それ以来かなと思います。はい、メンテナンスでのお詫びということで S ランク契約書と15エナジーの配布という形になりました。まあなかなか正直ないですよね、こんだけ長時間のメンテナンスになったとはいえ最高レアリティの確定がもらえてしまうっていうのはなかなかないと思うので、まあこれは本当にいい対応をしてくれたんじゃないかなというふうに思います。でこれに関してもなんか僕にですねかなりこの報酬が届いていないんですけどみたいな、このメンテのお詫び届いてないんですけどみたいな連絡がかなり来ていたんですけど、これに関しても、しっかりお知らせ見れば分かるんですが1月の22日から、配布という形になっておりますので、まあ、そこはね、しばらく待ちましょうねというところです。1週間ぐらいですかね、あと6日後かなに配布がされるよという感じです。はい、まああとログイン時や試合終了時にエラー表示がっていうのもあるんですが、まあまあこれは、ほとんどの方が問題はない状況に今なってるんじゃないかなと思います。
はい、続きましてですね、まあ、間もなく、登場が予想されるベストナインタイトルホルダーの新情報という話をしていきたいと思うんですが、まあ、先日もですねベストナインタイトルホルダー直前企画みたいな感じの動画を出しているんですけれども、ちょっと今回また新たな情報がいろいろ入ってきているので、そこをまとめていきたいと思います。まず一つ、スペシャルミッションと試練大解放の延長に関してはベストナインタイトルホルダーの登場に関係あるのかという質問もかなりいただいていたんですけれども、まあ、これに関しては関係ないと見て良さそうかなというふうに思います。というのも、まあ、延長したのはそもそも1日だけですし、土曜日にガチャ更新っていうのもね、まあ、通常であればやっぱり考えづらいかなと思います。ちょっとこの間バトスターのね、ガチャ更新が確か休日にあったとは思うんですが、あれもまあバトスターの放送日に合わせたっていう特殊事例だと思うので、まあまあこれに関しても元々の予想通り1月の17日の登場が、濃厚、明日の登場が濃厚なんじゃないかなというふうには思います。逆にちょっと明日来ないとね、じゃあいつ来るんだって話になってくるので、うーんっていう感じではありますが、まあここは明日とりあえず期待しておいていいんじゃないかなと思っています。あとイベントのねスペシャルミッションと試練大解放に関しては、明日新しく来るイベントと、まあ、上乗せで2つダブルで、登場してる感じになるんじゃないかなと思っています。であとはベストナインタイトルホルダーの話で言うとですね、プロスピ2019の方でですね先行登場してますよっていう話をね、以前、第1弾が登場した時に動画にしたかなというふうに思います。でそれがですね先日第2弾の方が登場になりましてですね、そこでかなりビッグニュースが、ありました。というのが、この画像を見ていただいたらわかると思うんですが、こちら、はい、阪神原口選手がですねなんとベストナインタイトルホルダーで登場していました。この原口選手ですね、まあ、今シーズン難病を乗り越えまして復帰いたしまして、で、リーグ特別賞というところをね獲得されました。で今までこのベストナインタイトルホルダーというリアリティはベストナインを獲得した選手、そしてあとはタイトルを獲得した選手、あとはゴールデングラブを獲得した選手っていうところがね、ベストナインタイトルホルダーの対象選手という形だったんですが、今年は特別賞もねもしかしたらカウントされるんじゃないかっていうところでございます。今まではね過去新人特別賞とか、あとはカムバック賞等々の配出はなかったんですけど、今期まあそれもついにね解禁されるんじゃないかなというところです。じゃあ今年他に特別賞を受賞した選手っているのって話、皆さん気になると思うんですけれども、今年獲得した選手は5人います。はい、まずは阪神原口選手、そして、近本選手、これが新人特別賞ですね。で、ロペス選手、 DeNA ロペス選手もリーグ特別賞を受賞しています。あとは、阿部選手と福原選手、この2選手は功労賞っていうのをね、獲得してます。で近本選手とロペス選手に関しては、まあ、別のねタイトル、近本選手は盗塁王、ロペス選手はゴールデングラブ一塁手というところで輩出が決まってますので、まあまあここに関しては今年はね原口選手以外はなさそうだなというところであるんですけれども、まあ、来年以降とかもね特別賞を獲得した選手はこのプロスピエーサのベストナインタイトルホルダーというところにも絡んでくる可能性があるのかなというふうに思っています。ただこれもあくまでプロスピ2019と同じ内容になったらという話にはなるので、まあ一概にね、2019できたからアプリでも来るとは言い難いんですが、ただまあ今までの流れ的にも2019のタイムスリップの選手は間違いなくアプリでも登場した選手だったりとか、まあ、いろんな流れがあるので、まあ今年の原口選手のベストナインタイトルホルダー登場は結構濃厚と思っていいんじゃないかなと思っています。まあ、あとはその兼ね合いもシルエット選手がね、予想以上に多くなったというか、山口選手とか秋山選手とか、あとはロドリゲス選手あたりの排出がなくなったとかっていうところも絡んできてる可能性も、まあ、もしかしたらあるのかなというふうには思っています。はい、であと皆さん気になるところはここかな、組み合わせですね。まあ、僕もめちゃめちゃ気になるところなんですけれども、プロスピ2019の方ですね、第1弾と第2弾がもう出たということで、だいたいねプロスピ2019の方ではですね第1弾第2弾第3弾の分かれ方が確定したという形になっています。まず第1弾はこんな感じで合計14名、中村選手、金子選手、千賀選手、松田選手、近藤選手、吉田正尚選手、荻野選手、浅村選手、鈴木選手、山田選手、丸選手、外選手、高橋選手、近本選手という14名でした。で続いて第2弾が源田選手、山川選手、高橋嶺投手、デスパイネ選手、宮西選手、西川選手、山本選手、菊池選手、坂本選手、山崎康明選手、大島選手、原口選手、西選手という13名でした。で残る第3弾が12名になっちゃうんですが、森選手、甲斐選手、内川選手、松井選手、有原選手、山岡選手、ロペス選手、梅野選手、相澤選手、ディシエロ選手、大野選手、村上選手という12名だったんですけれども、じゃあこれがプロスペースも同じ形になるのかって言われると正直ちょっと難しいかなというふうには思っていて、というのも理由的には第1弾でね投手が千賀選手ただ1人になっているっていうちょっとアンバランス感とか、あとは第3弾にキャッチャーが4人かな、森選手、甲斐選手、梅野選手、相澤選手っていう4人が寄っちゃってるとかっていうところとかを考えると、まあ何とも言えないなというふうに思っています。あとはここでの注目ポイントは菊池涼介選手、広島菊池選手の輩出は2019の方ではされましたということで、まあアプリの方での輩出もおそらくされるんじゃないかなと
というふうには思っています。まあちょっとそこに関しては前回の動画でもね、菊池選手どうなるんだみたいな話はしていたんですが、まあちょうど第2弾で、ベストナインタイトルホルダー菊池選手が、2019の方では登場したよというところでございました。まあ正直ね、アプリ版の組み合わせって本当に難しくて、まあアプリ版の組み合わせが難しいっていうか、まあそもそもこのプロスピリサの中での予想って本当に難しいゲームだなというふうに改めて思うんですけれども、まあ毎年の流れを考えると、でも大体結構1弾がね豪華になって、まあ第2弾第3弾はもちろん豪華なんですけれども、ただやっぱり3弾で比べると第1弾が一番豪華っていう流れが、毎年の流れかなというふうには思うので、明日の更新かなり楽しみな、ところかなと個人的には思っています。まあ正直言ってどの弾を回すべきかっていうのはね、ラインナップ確定してくれない限りは第2弾が出るまでは正直わからないと思うので、まあ一概にランナーを回したらいいよっていうのは言い難いんですけれども、ただ間違いなく言えるのは、ベストナインタイトルホルダーってね、スピリッツが100上がるんですけれども、その後またグランドオープンでね、スピリッツの方100上がっちゃうので、ってなると、まあそのスピリッツが最高スピリッツである期間がねかなり短めではあるので、まあできる限り第1弾で回して長く使うっていうのが、一番いいのかなっていうふうには思っています。なので僕自身も無課金アカウントはね、できる限り第1弾回したいと思っています。はい、ということで、まあかなりいろいろとお話はしましたが、まあぜひですね、改めて皆さんのベストナインタイトルホルダーの狙いの選手とか、あとはどの段でガチャを回す予定だとか、ぜひですねコメント欄に書いていただければと思います。はい、というわけでございまして、今回はですね、間もなく登場が予想されるベストナインタイトルホルダー最新情報、多分これが最後かな、の動画でございました。あとはまあ昨日のメンテナンスのね、改めてのまとめとかっていう話でございました。で、今ですね、僕自身47都道府県という企画をやっておりまして、まあ新しいチャンネルの方でもね、毎日動画出したりとか、あとはこのメインチャンネルの方でもプロスペースにその企画を絡めてね、動画の方出していると思うんですが、通常の動画もね、この間もそうですし、今回もそうですし、縦画面の動画もね、ホテルの方であるんですが、撮影をして編集をして出すというような形にしていきたいと思ってます。でベストナインタイトルホルダーの動画に関してもガチャ動画含めいろいろね、がっつり動画投稿していきたいと思ってますので、ぜひですねそちらの動画も合わせてチェックしていただけたら嬉しいなというところでございます。はい、というわけでございまして、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。